こんにちは、かよです。今日は6月の新商品購入品第2弾を紹介したいと思います。韓国でも発売されたばかりの新商品をいち早く購入してみたので、ぜひ今後のご購入の参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まずはスキンケアからです。最初はこちら、魔女工場ビフィダシカハーブトナーです。こちらは魔女工場の新商品となり、ファエ限定販売のシリーズとなります。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.81 です。12種類のハーブ成分と、アハ、バハ、ラハ、パハと、角質ケア成分が配合されており、ビフィダ成分とシカ成分でお肌の障壁を強くしながら鎮静する効果のあるトナーです。テクスチャーはシャバシャバした水タイプで、さっぱりとした使用感です。ハーブの香りがほんのりとありますが、強くなく、香りに敏感な方も負担なく使えるタイプとなります。馴染んだ後はひんやりと清涼感も軽くあります。魔女工場のビフィダ発酵成分とシカ成分でケアをしながら角質のケアもできるタイプとなるので、これから暑くなり角質の溜まりやすい時期にとても使いやすそうだなと思いました。同じシリーズの美容液も購入してみたので、よかったら詳しくレポしていきたいと思います。続いてこちら、イニスフリーボルカニックカーミングポアクレイマスクです。こちらも新商品となり、レビューのリクエストもいただきましてありがとうございます。ファエのウォッシュオフパック部門では現在22位、口コミ評価は 4.28 です。こちらはイニスフリーの大人気商品であるスーパーボルカニックポアクレイマスクと同じシリーズの新商品となります。こちらはアハ、パハ成分が配合されており、角質を優しくケアしながら火山灰の泥マスクが過剰な皮脂を吸着する洗い流すタイプの泥ピーリングパックです。皮脂、角質、ブラックヘッド、毛穴の縮小やお肌のキメが整う効果も期待できます。テクスチャーは柔らかいクリームのようなタイプで、オリジナルは粒々が入っていたのですが、こちらは粒がなく敏感肌の方でも刺激なく使えます。塗った瞬間からひんやりと清涼感があり、夏の使用にぴったりだと思います。こちらは塗った後3分から5分程度で洗い流すタイプとなり、低刺激なクレイマスクとなるので毎日の使用も可能となります。こちらもまたオリジナルと比べてみて詳しくレポしていきたいと思います。続いてこちら、コスアレックスピュアフィットシカ弱酸性クレンジングパッドです。こちらも新商品となり、リクエストもいただきましてありがとうございます。ファエのクレンジングティッシュ部門では現在21位、口コミ評価は 4.39 です。こちらは私の大好きな韓国美容 YouTuber であるフニヨンさんとのコラボ開発となり、コスアレックスもフニヨンくんも大好きなので一度試してみたいと思っていたアイテムでした。こちらは7種のツボクサ由来のシカ成分が配合されており、敏感なお肌を鎮静ケアできる弱酸性クレンジングパッドとなります。まず今までにないぐらいパッドの容器が大きくて、ダーマトリーと比べても高さが 1.5 倍ぐらいあります。ものすごく大容量で100枚入りで約2100円程度となるので、私の大好きなクレンジングパッドのラウンドラップよりもコスパがいいかなと思います。テクスチャーはパッドが大きめなタイプで、デコボコ面とツルツル面の2面タイプとなります。ハーブっぽい清涼感のある香りがあり、さっぱりと使用することができます。私は体の日焼け止め落としとして帰ってきた後にすぐにクレンジングパッドで拭き取るので、パッドは本当に必須アイテムなんですけれども、こちらは大容量でコスパもいいので、これから使ってみて使用感などまたレポしていきたいと思います。続いてこちら、BE PLAIN緑豆クレンジングオイルです。こちらは現在ファエだけの先行販売となっており、どこよりもいち早く最新情報をお届けしております。ファエのクレンジングオイル部門では現在圏外、口コミ評価は 4.72 です。こちらは私の人生洗顔フォームである緑豆クレンジングフォームと同じシリーズのクレンジングオイルとなります。緑豆クレンジングオイルはマッサージする過程で余分な皮脂とブラックヘッドを溶かし出して、メイク落としはもちろんなのですが、皮脂やブラックヘッドのケアとしてもおすすめのアイテムとなります。テクスチャーはかなりサラサラとした水っぽいオイルタイプとなります。しっかりメイクも簡単に落ち、洗い流した後は保湿感もありながら、程よいさっぱりとしたお肌に仕上がります。前回メイク落とし動画で魔女工場とメイクプレムのクレンジングオイルを紹介させていただいたんですけれども、こちらも使ってみたんですけれども、魔女工場とメイクプレムに負けないぐらい使用感が良くて、もうすでに人生クレンジングオイルになるかもしれないという勢いで気に入って使っています。またしばらく使ってみて、こちらもレポしていきたいと思います。続いてこちら、エチュードハウススンジョン水分鎮静オールインワンジェルです。ファエのジェル部門では現在23位、口コミ評価は 4.27 です。スンジョンシリーズは敏感肌用の低刺激シリーズとなります。こちらパンテノールとマデカソサイズが配合され、お肌を急速に鎮静ケアしてくれるジェルとなります。テクスチャーは結構プルプルとしていて、ゼリーみたいなタイプとなります。ジェルの中では水っぽい感じではないです。伸ばすとみずみずしくなじんで、若干ひんやりと清涼感を感じることができます。ベタベタ感はなく、お肌がもっちりと保湿されたように潤います。こちらはお顔だけではなく、腕、足など鎮静したい部分全身に使うことができます。日焼け後の鎮静ケアとして使ったり、これから暑くなるので夏場のお風呂上がりのボディケアとしてもさっぱりとして使用感が良さそうです。成分も優しくコスパもいいので、家族みんなで使えるという点も嬉しいです。続いてコスメです。最初はこちら、ラネージュネオクッションマット SPF42PA2+21N です。こちらもマスクにつかず汗でも崩れないマットクッションとして本当に有名なアイテムとなります。こちらもリクエストいただきましてありがとうございます。パイのクッション部門では現在15位、口コミ評価は 4.07 です。こちらは薄付きながらもしっかりとカバーしてくれて、マスク崩れやお洋服を着る時についたり、メガネをつけた時に起きるよれなど、日常生活のクッションファンデ崩れを防いだ夏にぴったりのクッションファンデとなります。40度のサウナでも崩れない持続力と書いてあったので、どのぐらいカバー力や持続力があるのか気になります。色味の展開も多いので、自分のお肌に合ったぴったりの色が見つかると思います。パッケージも四角くコロンとしていて、とても可愛いデザインです。もちもちしたパフに穴が開いています。塗ってみるとマットな仕上がりで、カバー力は高い方かなと感じました。私は乾燥肌なので、日中乾燥が起きないか気になります。だんだん暑くなってきて、メイク崩れやマスク付きの部分が寒い時期よりも気になってきたので、こちらもしばらく使ってみて、クッションファンデの比較動画も作っていきたいと思います。続いてこちら、ミグハラオールデイホワイトニングアンプルフィットクッション SPF50+PA4+21 号です。ファエのクッション部門では現在圏外、口コミ評価は 4.20 です。こちら美白紙は機能性化粧品となり、こちらのアンプルと同じ成分を7倍も含んだ、くすみ、透明感、シミカバーができるツヤクッションとなります。パッケージもラメがキラキラと散りばめられた可愛いデザインです。パフはふかふかとしていて、雫型で細かい部分も塗りやすくなっています。カラーは21号、23号と2色展開となり、私は明るいベージュの21号を購入しました。水分感が多く、自然なツヤが出る印象です。カバー力も高く、ツヤ肌好きな私はすごく好みの質感です。ツヤクッションはマスク付きの部分や崩れなどが気になりますが、夏でも冷房などで室内は乾燥しやすいので、しばらく試してみて、崩れの部分などもまた詳しく紹介していきたいと思います。続いてこちら、グーダル青みかんビタ C くすみトーンアップクリーム SPF50+PA4+ です。ファエのトーンアップクリーム部門では現在第3位、口コミ評価は 3.72 です。こちらは自然由来の青みかんエキスが配合され、紫外線対策、トーンアップ、シミケアができるトーンアップクリームとなります。テクスチャーは乳液のようなローションタイプです。伸ばすと自然な感じにトーンアップし、かなりツヤのある仕上がりとなります。香りは結構人工的な日焼け止めっていう感じの香りがありました。公式サイトを見てみると、グーダルくすみセラムと併用して使うと、くすみケア効果が 1.8 倍上がるという結果が掲載されていました。日焼け止め兼化粧下地としても使えるので、こちらもしばらく試してみたいと思います。続いてこちら、セリマックスダーマネイチャーグルタチオンロングラスティングトーンアップクリームです。ファエのトーンアップクリーム部門では現在46位、口コミ評価は 3.86 です。こちらは美白効果のあるグルタチオン 1000ppm とナイアシンアミド 20,000ppm が配合されており、日中はトーンアップクリームとしても使用できながら美白ケアもできるクリームとなります。テクスチャーは結構こっくりとした重めのタイプです。伸ばすとかなり綺麗にツヤ感と透明感が出て、もともと白肌の人のような仕上がりとなります。ただ香料が入っているからか、香りが結構強くあります。香り自体はパウダー系の香りなので嫌な香りではないのですが、少し強めの印象でした。こちら紫外線カット効果は入っていないので、お顔に塗るときは別途日焼け止めと併用してあげるのが良さそうです。肘、膝、脇などのトーンアップとしても使えるので、こちらも夏場に活躍しそうなトーンアップクリームです。最後はこちら、ロム&バックミートーンアップクリームです。ファエのトーンアップクリーム部門では現在第9位、口コミ評価は 3.75 です。こちらは国産のお米エキスとナイアシンアミドを配合し、水分クリームのような使用感で自然にお肌が明るくなるトーンアップクリームとなります。テクスチャーはこっくりしたクリームタイプですが、伸ばすとスルッと伸びが良く、油分感を結構感じました。自然な感じでツヤのある仕上がりとなり、こちらももともと白肌の人のような仕上がりとなります。香りはライムのような爽やかな清涼感のある香りがあります。こちらも紫外線カット効果がないため、別途日焼け止めを併用してあげる必要があります。また落とすときは、メイク落としと洗顔料でダブル洗顔してあげるのをおすすめします。今回トーンアップクリームをいろいろと購入してみたのは、トーンアップクリーム比較を作ろうかなと思って、韓国で人気のアイテムを中心に購入してみました。クッションももう少し追加で購入して、夏にぴったりのクッション比較ができればなと思います。今回紹介した購入品の中でもっと詳しいレポが聞きたいというのがもしございましたら、よろしければコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまで6月の新商品購入品を紹介させていただきました。まだ日本未発売のアイテムもありましたが、今後日本の発売も開始されると思いますので、最新情報として参考にしていただけると嬉しいです。インスタでも動画のまとめや韓国コスメ最新情報をアップしておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方は、高評価、コメント残していただけるととても励みになります。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。